難易度を選んでください。難易度が出撃します。ついに最後の時が来た。今グレインは我々の頭上にいる。奴はただの司令船ではない。巨大な戦闘要塞であり、アースイーターという大艦隊を従える機関である。難攻不落の相手だが、我々はグレインを撃沈する。地球には空が必要だ。アースイーターという檻を壊し、空を取り戻す。増員、戦闘開始だ。アースイーターの下部にハッチがあります。あのハッチから兵器を投下しているようです。ハッチが開いた時を狙い攻撃してください。ハッチを破壊しろ。グレインに着弾しました。なんだ？グレインとマザー
同時攻撃に対抗する術はない。この場にマザーシップが現れたら終わりだ。何か対策はないか。このままだと全滅に時間の問題だ。対抗できる兵器を探しましょう。秘密情報にアクセスしました。軌道上に攻撃衛星が一機起こっています。秘密情報038、サテライトブラスターを搭載。未完成ですが、一度なら発射可能なはずです。サテライトブラスターが無事なのか。ですが、衛星にアクセスできるのは総司令部だけです。総司令部が壊滅した今となっては、クソ、総司令部からのアクセスです。総司令部、エリア DA エリア圏内、民間機2機を経由して電子妨害エリアを抑え、衛星を操作しているようです。依然として総司令部への通信は普通。言葉はなくともわかる。我々を助けようと必死なのだ。マザーシップの防御スクリーンを貫きます。いけー、直撃。
というわけか。まだそんな力を残していたとは。オーリナーとはどれほど圧倒的な存在なのか。まさか総務事務か。